はようございます。石くんチャンネル、今日も始まりました。石くんです。今日はね、久しぶり、どのぐらいぶりだろう、1年ぶりぐらいかな。ここはね、必ずね、毎年1回は来る場所なんですけどね、まあほぼほぼね、泣きながら帰ってます。なんでね、今日はね、ニコニコして帰れるように1本ぐらいね、つって帰りたいと思います。それじゃあね、今日も頑張ってやっていきたいと思います。石くんヒットです。はい、ということで早速1本釣れました。嬉しいですね。よいしょ。サイズの方はね、そんなないんですけどね。よいしょ。びっくりしたね、これが釣れました。75センチくらいですかね。いいですね。いい声だ。じゃあ逃していきたいと思います。次はね、もうちょっと沖の釣りてえな。石くんヒットです。
ということで2本目ゲットできました。何センチぐらいあるか測ってみたいと思います。はい、2本目いい鯉釣れました。何センチあるでしょう。90ぐらいあるかな。ジャストぐらいですね、よし。まあね、日帰りでこのサイズ釣れれば大満足です。よいしょ、2本目ゲットしました。でっぷりした、いい鯉ですね。91センチぐらいですかね。いい鯉釣れました。もう今日はねこれで満足です。やっぱりね、日帰りで釣りしてるとね、このサイズってなかなかね釣れないですよ。なんでね、まあ、日帰り短時間釣行で、まあ、こんだけ釣れたんでね、今日は大満足です。ああ、パク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 、じゃあ逃がしていきたいと思います。はい、ということでね、今回の釣行終了しました。まあ、今回もね、また日帰り釣行だったんですけどね、まあ、あのサイズが出ればね、俺的にはもう大満足です。今日はね、ニコニコしながら帰りますね、これでね。まあね、基本的に俺休みがないんでね、日帰り釣行っていうのが多いんですけども、まあ、日帰り釣行でもね、あちこちいろんなところ行ってね、まあ、いい鯉釣れればいいかなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。